会社を辞めたいです。精神科医カバサーショーのトバチャンネル、今日は質問いただきました。転職希望さん、28歳男性、会社を辞めたくて仕方ありません。でもスキルもキャリアもありません。どうすればいいでしょうか。ちょうど偶然だ、同じくらいの年に同じことを考えていて、全く同じ、もう本当に会社辞めたくて辞めたくて仕方なかったんですよ、うん、でも自分言ってるとスキルもキャリアもないし、うん、今辞めたところでどうせ同じようにまた違う会社で一からスタートだし、うん、何もできない。じゃあどうしたのかというと、会社を辞めるって決めたんです、うん、ただし1年後の今日って決めたんです、うん、その1年後辞めるまでにスキルアップキャリアアップこの会社でどんどんしていこう。そしたら今までコピー取ってたのも、当時もう25年以上前なんですよ、コピーで紙詰まりして、うん、あ、ほんとめんどくさいなと思って放置とかしてたのを、うん、次の会社のために紙詰まりをいち早く直そうとか、あとカラーコピーと白黒の値段の差を考えるとか、あと営業に行った時も今まで8件しか回れなかったの14件回る仕組みを作るとか、あと今まで怒られてて心が折れてたんですけれども、営業先でこの人が将来お客さんになるかもしれないからいろいろ学ぼう、そしたらどんどん苦しいことをこの1年間で体験させてくれっていう風なマインドに変わった。なるほど。それを乗り越えることでより成長できて、得られるものを全部持ってこうと。そうそう、もう1年後のためにどんどん吸収、スキルアップキャリアアップして、しかもお金もらえてこんなことって思ってやって1年経ったら、逆にもう会社でみんな認められて、まあ、頑張ってんな最近っていう風に認知されるよ、うん、でさっき先生の言ったように自分の成長が分かって会社が楽しくなる、うん、ってことで結局辞めずに済んだんですね。なので辞める辞めない、結果辞めてもいいんですけれども、1年間はこの会社でスキルアップキャリアアップを身につけてみようってやってみると、また違う世界が見えてくると思います、うん、私はですね、ちょうどこれと同じ質問が次の新刊に載ってるんですけど、それの先取りでね、同じです。実は私はね、3ヶ月後の辞表を書くっていう、そのノウハウなんですね、うん、私の質問はどっちかっていうとメンタル的にも結構追い詰められてるような、うん、もうちょっとこうシビアなね、うん、状態を考えた時において、3ヶ月後にもう辞めると決めて辞表まで書いて机に中に入れとくと、その3ヶ月間はもう辞めるっていう前提で過ごしてみる、次の仕事探してもいいでしょう、うん、3ヶ月分の出す日に本当に辞めるか辞めないかをもう一度考えればいいっていう、うん、でそういう風にして3ヶ月過ごすとどうなるかっていうと、今まではこの会社ってこういうのもやだし、上司もあれだし、で悪いとこばっかり目に入ってきますよね、辞めたい人っていうのは、うん、でも逆にこう辞めると決めた瞬間に、意外とこの会社は給料意外ともらってるなとか、休日出勤とかないし、他の友達に聞いてみたら辞めない方がいいって言ってるやつもいるよとか、プラスの部分っていうのが見えてくるんですね。多くの人は例えば仕事を辞めた後に他の会社に勤めて、ああ辞めなければよかったとか、あの会社はこんなに良かったとか、意外と誰々さんは自分のことを支えてくれてたとか、上司は嫌だけど部下は恵まれたなとか、辞めてからいいところに気づくんですよね。だからこの3ヶ月後に辞表を出すってことで、気分はもう辞めたマインドにしちゃうことによって、後から後悔することを先取りするっていう、そういうノウハウなんですよね。なので深刻に本当に辞めようっていうふうに思ってる人は、今すぐ辞めないで、とりあえず3ヶ月間辞めるマインドで過ごして、今本当に会社辞めたくてしょうがない人もね、悪いところしかもう目に入ってこなくなるんですよね。いいところを目に入れた上で最終的に判断すると、少なくとも後から後悔しない決断ができますよっていうね、そういうのはね、私の経験がもうそうなんですけれども、1個目の会社が一番良かった。多いんですよね。新入社員で入った1個目の会社とはどこと比較するかというと、学生時代で比較しちゃうんですよ、うんうん、絶対とは言いませんけど、学生時代の方が楽しかったり、好きな友達と気ままに過ごしてたじゃないですか、うんうん、嫌いな人とは付き合わなくてもよかった、うんうん、そういうことと比較しちゃうと、やっぱり面白くないとはなりますよね。だそれをどう成長に転化するとか、仕事をゲームに変えていくとか、自己成長で楽しむとか、給料をもらったことによって趣味に生かす、いろんな楽しみに転化することが重要かなと思います。だいたい会社辞める人って相談しないんですよね。まず社内では相談しないでしょ、うん、普通ね、はい、知られたくないから。そうですね。友達とかに相談するかっていうと、会社辞めたらかっこ悪いから、やっぱりあんまり相談しなかったりして、うんうん、はい、奥さんとかギリギリになるまで相談しなかったりとかするので、意外と誰も相談しないで辞める人が多いんですね、はい、3人に相談したらいいっていう、立場の全く違う3人に相談するといいですよと、うん、そのうちの1人っていうのは、そういう風に転職してる人、会社を辞めたことのある人をそのうち1人入れてみるといいですよと、うん、そうすると実際にその辞めて、メリットとメリットっていうのを両方ね、うん、教えてくれるので、初めてそんなやっぱり辞めて再就職するといろいろとマイナスがあるんだってことを生に聞くのと、今ネットとか本とかでも読めば出ますけど、やっぱりネットで読むのと生で聞くのとは全然違いますよね。立場の異なる3人からアドバイスをもらうっていうのはね、全てのいろんな決断に迷った時にやる方法なんですけども、みんな意外と相談しないで一人で決めて結局失敗したっていうパターンは防げますよね。
素晴らしいですよ、うん、転職者に聞くは最高に素晴らしい で、ね、でも聞かないんですよ皆さん皆さん大学の同級生とか探せば必ずいますよね、うん、そういう人が ね、 いると思うので、うん、必ず聞いて、うん、聞くだけただだし、ぜひそういういろんな情報を仕入れる、正しい情報をたくさん集めれば集めるほど正しい決断ができるんですよね、うんうん、はい、少ない情報しか持ってない人は間違った決断をする確率がものすごく高まっていくので、うん、はい、相談するっていうのはね、とにかくいろんな人にもっと相談したり人の意見を聞くっていうのをやってほしいなと思っています。石川さん YouTube されてるんですね。 ありがとうございます。石川和夫のビジネスパーソンチャンネルということで、うん、今1週間に火曜日と金曜日に配信してるんですけれども、うん、時間術とか仕事術とか、まあ、時間をいかに効率的に使って人生を楽しむかということで1日5分以下ぐらいで今配信してますの で、 役立てていただければなと思います、はいはい、ぜひ興味のある方はフォローしてみてください。あとこちらの本の方もですね、仕事が早い人はこれしかやらないということで、はい、なかなか残業がやっぱ多いとか時短がなかなか苦手だという人にはねかなり役立つものだと思いますので、はい、ぜひ参考にしてみてください。精神科医カバサワショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。